さわたんです。お魚くわえたコタネコ、お魚コタネコをかけてあ、ゆうちゃんが来た。ゆうちゃんに顔が入ってる。やばい、やばい、やばい。お魚楽しいか、それ。それ一匹仕留めてきたの。すごい猫たちね。川入って仕留めてきたの。やりますね、コタさんね。ん？最高だね。あれ、リアちゃんの魚どこ行った？わかんない。遠くに落ちてる。かわいいね。宝物なの、それ。石になんか隠そうとしてる。かわいい。逃げちゃった。ごめんごめん。はい、タンちゃん。お魚いますか？かわいい。お魚いる？よし。たちお魚もう一匹いますよ、ほら釣りたてですよ。ビチ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 欲しい？はい、どうぞ。じゃあお手に添えましょうか。手に添えてみた。どうですか？楽しい。遊び楽しかった。仕留めた。私これ仕留めたって言ってる。魚を仕留めました。隠す場所探してます。どうぞお納めください。なのでちょっとその右の肉球を、みなちゃん、うわっ、うわっ、うわっ、なんちゃ、久保田さんはどうですか、この肉球ちょっと見て。あの、そしたのタンチャン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 、呪わないでください。いかがでしょうか。お魚がありますよ。でも魚ばっかだとちょっとね、栄養偏っちゃうから、ブロッコリーもどうぞ。炭水化物もいかがですか。そうだね、やっぱり穀物も重要だからね。はい、じゃあクロワッサン。あ、みなちゃん、コタ様が、コタ様の宝物なんで。はい、ブロッコリー、バランス、お、結構バランスいいんじゃないこれ。ご飯だな。差し上げます。ね、ずっと思ってたこと聞いてる。はい、何撮ってるの。確かにしばらくあの、身を持ってたんだけどさ、可愛くないだってこれ。可愛いよ。しかも風になびいてんで、扇風機で。かわいい。しかも栄養バランスがいい。え、そう。今度お肉も買ってくるか。全部ダイソーなんだ。お肉いいですね。お肉もあとフルーツも欲しいね。フルーツあったかな。あと水。水？水も欲しい。水はガチの水でもいいですか。すぐ近くにあります。まあ、撮ってる。終わり何？終わりはない。